こんにちは皆さん。で、今日はエグノグのホットチョコを作りたいと思います。去年作ったエグノグのレシピを牛乳の代わりに使って、ホワイトチョコを加えるととっても美味しくてクリーミーになりますよ。で、このレシピはすごく簡単で早く作れますので始めましょう。で、まずエグノグ、ホワイトチョコ、バニラエッセンスとラム酒を鍋に入れ中火にする。チョコレートが溶かすまでよく混ぜる。ホットチョコをマグカップに流し入れ、ウィップクリームをかける。ナツメグを少々振り、シナモンスティックを飾ると完成です。で、ご視聴いただきありがとうございました。金曜日の動画は実はコラボレーションですよ。で、撮影するのはすっごく楽しかったですので、私も金曜日を楽しみにしております。で、金曜日でね。バイバイ。